司会者はやるよ。司会者は畑さんでございます。今日の練習内容についてどうですか？今日の練習内容、不満とかあったらここで言ってください。今日の不満は風が強いです。あとひろきくんはふざけてます。ふざけてねえ、練習中真面目だろ。いっちゃ真面目にしそうよ俺は。いや、そんなでも恥ずかしくてカメラ見れんや。ちょっと見て。指導して1ヶ月ですが、チームはどうですか？どうですか？まあ、新加入選手も馴染んできたぐらいじゃないですか。確かにひろきくんも去年浮いてたっけど、だいぶあれが浮いてんだ。確かにだいぶ喋るようになりましたね。あれが浮いてんだ。若そうどもが何言ってん。開幕に向けて何かありますか？開幕に向けて、開幕に向けてどうぞ。やっぱ去年なかなかいい入りができなかったんで、まあ今年は最初から最後まで突っ走っていきたいなと思います。はい、はい、以下同文です。またりょうもんな。じゃあお互いのことを紹介してください。すごいな。お互いのことを紹介してください。ご飯行こうとか言ってくるのに、あの全然誘ってくれない。めっちゃ詐欺。やばい。去年はさ、君あれだったじゃん。おい、俺は誘ったのに。ジュナスケ取れた。君あれだったじゃん。おい、君あれだったじゃん。おい、俺はもう誘ったのにさ、喧嘩ったじゃん。誘ってるやん。いや全然誘って悪い。違う、 LINE も来なかったっす。いや、ほんとダメ。うぬ、なんか今年聞いたら、そのなんか誘おうと思ったけどみたいな、俺が早く帰ったからみたいな。ほんでお茶しようとか言っても全然、もうお前とはいかんとか言って、もうね、飽きた飽きたとか言って一回も言ってない。同部屋で俺もう飽きた。同部屋どうだ？同部屋まあ平和っすね。こいつ舐めてるんで。いやマジで舐めてるんです。不満は漏らしてましたけど、飽きたから。おい、俺の不満ないだろ、同部屋で。何もせんと、何も気も使ってなかったやろ。はい、大卒です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。大卒です。サポーターの皆様へ、来週から開幕するんで、チーム全体でチームの目標である5以上を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。